7月3日、帯広競馬場で行われた 11R、天馬賞、中賞、5歳以上、値200メートル、は、鈴木啓介騎乗の一番人気、キングフェスタ、おすご、万栄、小北栄一、が勝利した。2着に3番人気の津軽の広いもの、おすご、番栄、おさべゆきみつ、3着にへっちゃら、おすご、番栄、 鈴木国也が入った。勝ちタイムは1時39分0秒、馬場水分2.4%。2番人気の山勝エース、オスゴ、バンエイ、金田勇は4着敗退。キングフェスタが第二障害を降りてからの豪快な末足で追い上げ、4歳路線三冠を達成した。 各場はスタートから勢いよく飛び出し一番人気キングフェスタを先頭に第一障害を超えていく形に、道中では積極的に先行する津軽の広いものへっちゃらと、やや間を置いて息を入れながら進む後方集団に分かれる形となり第二障害へと向かっていった。第二障害では先に到達したへっちゃら、津軽の広いものがしっかりと息を入れ同時に仕掛けると、 まずはヘッチャラがすんなりクリア。続いて津軽の広いものがクリアし、勢いのある足でヘッチャラに並び交わしていくと、2頭が先行する中、4番手で障害をクリアしたキングフェスタが山勝エースをかわし教習。キングフェスタが豪快な末足を見せ、先頭の津軽の広いものをゴール前20メートルでトライ一気にかわすと、 勢いの衰えないままさらに突き放し圧巻のゴール。後と4歳路線三冠を達成し世代王者となった。キングフェスタを管理する小北栄一長教師は、天馬賞を初制覇となり、起乗した鈴木啓介騎手は2017年の戦国エース以来6度目の制覇となりました。一着キングフェスタ、鈴木啓介騎手、三冠がかかっていたし、 金張、良いレースができていなくて不安と若干のプレッシャーがありました。今日は馬の力で勝てたと思います。パドックでは落ち着いて回っていて、馬任せで騎乗しようと考え、馬なりでレースをしました。先行馬と一緒に行き過ぎて、障害でミスするのは避けたかったです。降りてからはこれだけ歩ける場なので、そこを信じて騎乗しました。 綺麗に上がってくれましたね。この瞬間でいける、と思いました。これからオープン1 0 0 9で活躍する時期が来ます。キングフェスタの応援よろしくお願いいたします。小北栄一長教師、参観ということでとてもプレッシャーに感じていましたが、達成できてとても嬉しいです。コンカケルのレース内容を見て、 今日に向けて障害の特訓を少し多めに行いました。レースは第二障害がどうなるか気になりながら見ていましたが、鈴木騎手が焦らずにうまく越えてくれたので、あとは末足を使って歩き切ってくれました。5歳馬の中では実力は一番の馬だと思います。今後はコバや重量との戦いになりますが、オープン馬として順調に力をつけていきたいです。 おかげさまでキングフェスタは三冠を取ることができました。今後まだまだ大きいレースに出場することが多くなってくると思いますが、ファンの皆様、応援をよろしくお願いいたします。キングフェスタ38戦20勝、10勝8勝。オスゴ、万栄、小北栄一、父、金サブラック、母、クイーンフェスタ、ボフ、北流一、 馬主、広部武史生産者、広部武天着順。一着キングフェスタ。一着津軽の広いもの。三着ヘッチャラ。四着山勝エース。五着クリスタルコルド。六着ダイヤ勝姫。七着北西雲海。八着アローリキ姫。九着新兵アロイ。十着山のコーネル。